それではですね、本日は予備試験司法試験一発合格者の徳永さんに、選択科目の実際の選び方を聞いてみたいと思います。まず徳永さん、選択科目は何を選ばれました？私は選択科目に経済法を選びました。その経済法を選んだ何か理由ってあります？2点ほどあって、まず1点目がその大学の講義でたまたま受講していたことです。2点目の方が実質的な理由なんですけれども、刑法が僕得意なんですけれども、その経済法が刑法とすごい構造が似ていて、まあ勉強しやすかったかなっていうのが理由です。他の科目と迷ったりしませんでした？労働法であったり、その国際司法みたいと悩みましたね。で、経済法に最終的な決め手は何ですかね？まずその学習する量が少ない、労働法とかと比べて少ないのが決め手でした。選択科目の学習は、いつぐらいから始めましたか？大学の講義で一応その薄くは1年間かけて勉強してたんですけども、結局その予備試験に最終合格してから演習書であったり、その過去問ですかね、をやるようになったので、結局、12月くらいから始めて、コンスタントにずっとやってた感じです。まあ、じゃあ実質まあ5、6ヶ月ということですかね。そうですね。教材はどんなものを使ってましたか？証明出した方がいいですか？あ、どっちでも、はい。経済法入門っていう泉水先生が書かれてるのを基本書にして、演習書に論点解析経済法を使っていて、それプラス司法試験の過去問をやってました。これ差し支えなければいいんですけど、経済法出来はどうでした？まだ点数返ってきないんで分かんあ、ないそっんでかそっすけど、か。そんなに良くはないとは思うんですけど、悪くもないような、平均的な点数だったかなとは思います。ありがとうございました。